あの、お願いします。お餅一つください。ダメだ。いや、あの、半分でもいいんだけど。やれねえ。これは、俺が自殺するために針金はたいて買った大事な餅だ。え？自殺？餅の食えねえ大切なんだ。子供の頃一度の餅食って喉にしっかり貧相になったことがある。こんな高いとこから飛び降りの食えねえ。どうせ死ぬんだ、腹減ってるし。餅食って死ぬ。これで死ぬんだ。あ、死んじゃいけない。僕が食べてあげよう。どういうとこで死んじゃっとったんだ。お前、お前、ああ、助けて。死ぬな。助けて。危ない。おい、落ちる。助けて。おい、死ぬんじゃないよ、おい。死ぬな。危なかったな。そうか、清ってのか。俺もお前と同じ厚み大作って流れもんよ。俺も四日食ってねえな。腹が減って人生に疲れて目に入ったのはあの盾だよ。俺はお袋の顔なんか知らねえもん。じゃあ大作さんは お父さんもお母さんも いないのか。そんな洒落た持ち物生まれてこの方持ったことねえよ。教師、お前もか。僕も同じようなもんだね。浅草から ずっと歩いてきたんでお腹がペコペコなので おむすび一つください。おむすびはないけど高橋谷ならあるよ。僕はおむすびの次に高橋谷が好きなんだな。はいよ。はい、ありがとう。 うわすごい。どうぞ長生きしてください。心臓だなお前。俺ねとてもあんな真似できねえよ。おいしいよ。俺ね少しけどダメ、ね。僕はおばさんにもらったんだから僕が全部食べないとおばさんに悪いんだね。でもあんた僕の命の恩人だからね。じゃあこれここ出てるんだもん。これこれおにぎり。うまいおいしい。僕ね、死ぬのはいい。
嫌だな。で、どうしてかというと死ぬのは怖いもんね。死んだことがないから分かんないから怖いんだ。で、もっと怖いのは美味しいものは食べられなくなることが怖いな。さようなら。そうか、裸。あいつ俺に見えも外聞も捨てて裸のままに生きろ、そう言いたかったね。出来上がったらあんたにあげてもいいな。嬉しい。私ね、この近くで木の実って赤ちょうちんやってるの。出来上がったら必ず持ってきてよ。はい、約束。指切り現場、嘘ついたら針千本いかで三本のまっすぐ。いやまた会えたらおい、嬉しいね嬉しいね嬉しいね。しかしよ、こんなところで会えるなんてお前よっぽどお前と縁なんじゃないの。そうだね。しかしよ、お前のおかげで俺は生き返ったよ。え、見栄も外部も捨てたら大金が向こうの方からポンと転がり込んできやがる。これ見ろ。うわ、今日は第三代お大名対抗じゃないか。よいしょ、うん、そうそう、行くよ、こんな深くは。よいしょ、いいよ、よく似てらっしゃる。おあら、おあら、あら、おった深く、でも、あなたの卒業なの。おやじさん、いやーしよ、食ってばっかりね。だよ、お前こっちか。こっち行っても食べるもんね。コノが食べるもんがある。豚じゃね、食ってばっかりだもん。バーがシャーッとしちゃうんだ。あのね、僕は豚じゃありません。人間です。あ、こっちか。あ、こっちか。待ってくださいよ。どうした？この人、食べ過ぎてお腹おかしくなったんだわ。そうかもしれない。おにぎりとザコしか食ったことねっつってた。いやだ、食べ慣れだもん。食べて当たったんだよ。そうだわ、大丈夫。ちょっと、これ、あら、どの、ちょっと、ちょっと、勘弁しろ。お前に命助けてもらったけど、俺やっぱり死ぬわ。俺はついてない男だよね。人生最後の花火も盛大に打ち上げたし、この世にも未練残すことだね。
この寺本当にもんなしです。温泉中の芸者そばにしてもんなしだと、無銭飲食で警察に突き立ってやる。上等だ。煮るなり焼くなり好きなようにしたらいいずらよ。警察行ってもしろ。ちょっとあんた、こいつら警察つけられたっていつでも戻ってきゃしねえだに。それよか今猫の手も借りてやしわす。働いてキャしてもらったのどう。それもそうだな。バカもん、こんな米俵一つ持ちゃいねえのか。なんちこって。お前らみたいでしとくない、生まれて初めて見た、二度とその面見たくない。ほら出ていけよ。お待ち申しておりましたおめえ若め大作の大作じゃねえか。ははおらな、お前の前で浅草で見たことあるだに。いや面白かったな。阿久津建設様には忘年会新年会とそりゃお世話になった。その従業員様は今夜の余興にぜひおめえの漫才を見たいとおっしゃる。やってくれるな、デサク。俺は5年前漫才捨てた。そんなことは関係にゃ。お宮には芸者の花で宿泊費合わせて10万の貸しがあるだに。そんなことだってできるわけねえだろ。漫才は一人じゃできねえんだから。ワカメっていう相方連れてくれ、いいじゃないか。女房づらいよ、そのワカメっていうな。誰があんねんつ。ワカメがいねえったって、キヨシがいるじゃねえの。名案だ。え？その親分には20と8人の子分衆がいた。そうそうそう。おい、おまさ。おまささん。おまさ。おまささんいませんか。いや、俺が親分だ。おめえがさ、おばさんをやらなきゃしょうがねえんだよ。僕がやるの？おまさ。おまさ。お前がこっち来てよ。おまさ。あ、じゃねえよ。あ、そうか。親分って言うんだよ。親分って。いやいや。おまさ、あの親分なんて名前？ジロチョウってんだよ。そうかそうか。おいジロチョウ。へい。しっかりしろ。へい。そうじゃねえんだよ。俺は親分なんだから、お前は尊敬の念を持って親分にへい一言言えばいいんだよ。あ、そっか。おい、おまさ。親分。へい。へい。おい、おまさ。おめえはまあ漫才の天才だよ。あのボケぶり、あれは素人じゃねえね。ノーアルタカは爪隠す。お前どっかで漫才の修行やってたんじゃないの。だろな、な。おい、キヨシ、俺とコンビ組まねえか。お前、俺舞台立ったらよ、また漫才やりたくなっちゃったんだよ。な、いや、俺とコンビ組もう。な、な、おい、この通りだ。頼むよ、おい。頼む。キヨシ。阿久津社長がぜひおめえに頼みたいことあるとおっしゃるんだ。おめえさんじゃねえとできねえ仕事なんだ。うん、僕に漫才やれってのかな。きっぱり話しつけようぜ。開店資金と運営資金融通した金合わせて30万耳揃えて返してもらおうか。申し訳ありません。年が明けるまでには必ず。その言葉耳にタグができたで。
どうしても今日払えねえってんならこの店叩き出しててめえ温泉芸者に売るまでよ。親分、そん時は一つ頼むで。魚心あれは水心なあ好み、お宮さんその気になりゃ俺は金のことなんか忘れだっていいんだ。何度も言ってるでねやか好み。やめてください。まあまあ、なんてことするんだい。親分、この始末どうつけりゃいいんだい。ダメだダメだ、もっと強く。清さん。なんだよ、おめえら知り合いか。この人とお友達なの。うん、お友達じゃないんだね。あの ちょっと付き合ったらね、お金あげるって言うから ついてきたんだけど。この野郎、雇い主の柄入れやって。いない。この野郎、どこだ。離して離して、やめてください。どかーん、力ずくでもおみゃおらの女にしてみて。清さんに見られちゃったわ。あの社長さんはいけないね、悪い人だね。好みさんのような優しい人を いじめるんだから。私も悪いのよ、借りたお金返せなかったんだから。私6年前に亭主のとこ飛び出しちゃったの。離婚した女が一人で生きていくなんて大変だったわ。いっそのことあの男の二号にでも三号にでもなってやろうか。それは良くないな。僕はあの二号とか三号とかあのいうことは どういうことなのかよく分かんないんだけどね。でもあの嬉しい涙と悲しい涙の見分けはつくんだな。悲しい涙っていうのはあの出てきてね、お口の中に こぼれるととってもあのしょっぱくて苦いんだね。だから好みさんの流してる涙はそういう苦い涙じゃないのかな。清さん、なんてやろうだこの課長さんにバケツの水をかけるなんて。さ、とっとと出て行け。じゃあ俺も。あ、これ。どこ行くんだ。いや、教師がいないと俺も漫才で。いやいやいや、年末に契約した芸人が来るまでお前が必要なんだ。さ、戻りなさい。入った。ほら、さ。貸してすまねえ、おじさん。あ、おじさん、絵うめえな。清さん、この絵本当にもらっていいの？本当は好みさんに お金をあげたいんだけど、僕はお金一銭も持ってないんで、絵で我慢してください。我慢だなんて、お金なんかよりこの絵の方がどれほど嬉しいか。ありがとう。じゃあ、さようなら。清さん、これからどこ行くの？どこ行こうかな。寒いからなるべく暖かいところへ向かっていこうかな。よかったらこの店手伝ってくれない？昨日の騒ぎで手伝ってくれてた子には逃げられちゃうし、困ってたとこなの。
いいのかな。いいわよ。と言っても私もいつここを叩き出されるかわからないけど、その時は清さん、私も暖かいところへ連れて行って。いいわよ。こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃい。こちら清さん、今日からこのお店手伝ってもらうことになったのよ。はい、あのどうぞよろしくお願いします。どうしたのよ、今にも泣き出しそうな顔して。正月に獅子目を出せなくなっちまったんだ。え、壊れちまったんだよ獅子頭が。代々もう100年近く使っているだけど、そろそろ新しいのと取り替えようと思ってたんだけど、練習中に修理ができないぐらいバラバラになっちまったんだ。正月まで行くんちもね、どこ探したって獅子頭なんてねって言うし。2目か。大根と、かぼちゃと、はい、ミスト来やっしゃい。はい、大作さん。お前さ、女の人と一緒に暮らしてんだって。女と暮らして、それ どういうことかな。一緒に寝てるってことだよ、お前。まあ、そう言われりゃそうかな。お前みたいなやつと一緒に暮らしてる女ってどんなやつか見てみたいね、俺。綺麗だよ、あの僕は絵にしたいぐらいだね。みかんか、すいません。いいよ、みかんください。いやいや、みかんはね、9つだね。9つ。1、2、3、4、8つでいいかな。2人で食べるんだからね。8つ。1個もあげる。ありがとう。あのお金後で一緒に払いますから。それから白菜とかぼちゃと、おじさん、はい、いらっしゃい。あの野菜買うんだけど、その前にすみません。あのこれもらえますか。何本でも持ってってください。ありがとう。いいですよ。いいですか。ただいま。おかえりなさい。ただいま。こんにちは。好み。お前こんなとこ隠れてやがったのか。よくお前は俺に内緒で出てきやがったな。出てくなら出てくで一言挨拶あったって罰当たるでだろうが。挨拶したらあんた別れてくれたの。カッコつけないでよ。俺たちお前2年間一緒に苦しみしたじゃねえかよ。よく辛抱したって自分でも呆れてるのよ。お前それが元の亭主に言うことかよ。亭主だって。ああ、あんたね、一度だって私に亭主らしいことしたことがあるの。何よこの野郎。 あんたたち夫婦だったの。ああ、もっとも席はまだ入ってる。あんた離婚届出してくれなかったの。俺はな、役所ともじゃ大嫌いなんだよ。歯はおっしゃる。お前自分で持ってけ。清、お前こんなとこにいるんじゃねえよお前。清さん、塩まいてちょうだい。はあ、あいつの言う通りなんだよ。俺は亭主らしいこと何一つ知ってやれなかったよ。もう全く解消のねえ男だよ。あいつな、俺と一緒になるとき子供ができたら漫才やめるって、あんたの妻になるって、子供の母親になるって、それでもよかったら一緒になるって、そう言ったんだよ。あいつ漫才師になるより母親になりたかったんだよな。ところが俺は約束守らなかった。俺さ、日本一の漫才師になりたくて、あげてもくれても好みに漫才の練習させたんだよ。子供なんてお前漫才の修行の邪魔になるだけだよ。俺は子供が欲しいって
あいつの髪の毛掴んでよ。ないな、はあ、髪の毛とかお前胸ぐら掴んでよ、練習させたんだよ。しかしあいつ漫才うまかったよな。俺が到底頑張っても太刀打ちできなかった。教師さん、はい、お願いします。はい。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。お待ちどうすな。そこのお客さん、そんなしけた顔してお酒飲まれたんじゃせっかくの月が落ちちまう。お代はいいからね、帰ってちょうだい。どうだ、あんまよ。おう、この命のつけ返しに来たぜ。このバカ、こんなとこで働いてやがったのか。僕はバカだ。でもね、バカに向かってバカっていうのは本当のバカじゃないか。なんだと、こんなの相手にしたってしょうがねえやな。あそうだい。お好み、今日こそ返事聞かせてもらうぜ。わしの女になるか、借金返してこの店出てくか、返事が二つに取るぜ。この野郎何してん、てめえ何してん。喧嘩はいけない、暴力はいけないね。人と人が争うとこれは喧嘩になるんだ。国と国が争うと戦争になるんだね。やっぱりいけない。うわっ、清志さん、私大作に先に惚れたのは私なの。私両親が芸人だったから芸人にだけはなりたくなかった。旅から旅で学校にも行けないし、同じ年頃の子供と遊ぶこともできなかった。でも気がついてみたら一番やりたくない芸人やってた。私ね、大作と漫才やるんじゃなくてあいつの女房になりたかったの。女房になって子供産んで芸人から足洗いたかったの。浅草の正月でお正月だったわ。あいつ小屋の前で獅子舞の格好してお客さんの呼び込みやってた。夫婦になって2年、コンビ組んで3年、一番息の合った舞台だった。それがあいつと私の最後の舞台。日本中が一番おめでたい日に別れちゃった。それで僕の絵を別れた最後の日に大作さんが獅子舞を踊っていたから、好美さん今でも大作さんのことが好きなんじゃないかな。清さん、
なんてこと言うのよ。なんで私があんな奴のことを、バカなこと言わないでよ。ごめんなさい。これを好みは俺に？うん。僕はあの警察は嫌いだからね。あの行くの嫌だって言ったんだけど、あの お小遣いあげるから行きなさいって言うんで僕は来たんだ。せっかくだから冷えねえうちに食え。ねえ。ねえ。なんでおめえが泣くだ。わしは婿養子だで、結婚してこの方女房にこんな弁当なんか作ってもらったことなんて一度も。えらーい。またまた二人も帰った帰った。本日より勝手ながら休業させていただきます。阿久津さん、借りたお金は必ず働いてお届けに上がります。好み。これは清さんに働いてもらったお礼です。もっともっとあげたいのだけれど、これで勘弁してね。どうしてもお金を作らなきゃならないの。さよならも言わないで出て行って。清さん、ごめんね。温泉に行くっていうといろんな乗り物乗りますけどもね。やっぱりね。あんたはどんな乗り物が好きですか。僕はあのトロッコだとか第八車とかね。トロッコとかね。リアカーに乗って行きますね。はい。他に乗りますか。他にも下駄にも乗るしね。下駄にも乗るしね。下駄は乗らないと歩けないもんね。なんだあの豚屋は。まるでお手屋じゃねえか。真面目にやらないと叩き出すぞ。お、ご苦労さん。ご世話になります。頼みました。ご苦労さん。ご苦労さん。ご苦労さん。よっ、大作。大作やないか。師匠じゃないですか。あら、お前、なんでここにおんねん。あ、そうか。また漫才やり始めてここ雇われた。いえ、師匠たちこそどうしてここへ。え、師匠やって。懐かしな、そのことは。久しぶり聞いてへんけど、ええ響きやな。こっち、お前の新しい相方か。あ、はい。ええ顔しとんな。これ最高のボケ顔やが。こんなんどこで拾ってきた。僕はあの落ちてたんじゃないんだ。いや、違うな、褒めてんじゃがな。そっか。あ、ゆうべあのワカメちゃんに会うたで。好みですか。あ、豊温泉のお座敷でばったり出会った時はもうびっくりしたで。温泉芸者やってたぞ。お前、別れてから会うてへんのか。大作はん、はよいかんと。あんなべっぴんすぐ誰かにさらわれよるで。ワカメちゃんかてかわいそうや。女盛りやもんな。あ、今頃客を引いとるかもわからんだよ。この目はそんな女じゃねえ。バカ野郎、何すんねん。何、もうやめてくれ。やめて言い返しろ。清志、俺は好みにまだ褒めてる。あいつに会ってもう一度いて一緒に行ってくんねえか。うん、それがいいな。Thank you.
あれからさ、いろんなやつとコンビ組んだんだけど、ウケねえし、乗らねえんだよな。それで、いろんな職業を転々としたんだけど、それも長続きしなくて、俺にとってお前がな、どんな大事な女か、よく分かったんだ。今までのこと謝っちゃうから、ね。金輪際、お前悲しませるようなことしねえよ。もう一度、俺とやり直してくれ。あんたと別れて月の神様に見放されたのは私も一緒。あの店で6年ぶりにあんたに会って私嬉しかった。あんなことされた男なのに嬉しくなる自分に腹立たしくてつい言葉が荒くなっちゃったけど、私今でもあんたに惚れてる。好み。私怖いの。あんたとまた一緒になったとしても昔みたいにまた喧嘩ばっかりするんじゃないかと思って、もう二度と同じ失敗はしたくない。赤ちゃん作ればいいんじゃないか。清さん、あれね、赤ちゃんができるとね、お父さんもお母さんも喧嘩しててもね、赤ちゃんのあのもみじみたいな手でにぎにぎしてんの見ると可愛くて喧嘩できないもんな。子はかすがいか。あ、雪だ。雪やこんこ、あられやこんこ、降っても降ってでもまあ降りやま、あのね、あの雪っていうのはみんな真っ白けになっちゃうんだね。で見てると心の中まで真っ白になるんだ。この分だとあのお正月はお天気かな。お正もういくつ寝るとお正月、お正月真っ白な心になって出直せって言ってんだなあいつ。漫才なんかやらなくたっていいからよ、俺のそばにいてくれよな。いやよ。好み。私あんたの妻もやる。もし授かったらその子供の母親もやる。でも漫才もやる。私漫才やめて分かった。私には漫才やるしか能がないって。頼りにしてますよ、おじさん。でも、でも頼りにしてますよ、わの再デビューや。思いっきり舞台で喧嘩しとこいよ。お先勉強させてもらいます。ご苦労さまでした。しまったや。息合うやろかな。大丈夫大丈夫。おめでとうございます。おめでとうございま す, いますあなた、おめでとうって言うことないでしょう。どうしてですか。生まれつきおめでたいんだもの。お正月といえば、お正月といえばいろんな遊びがありますね。いろんな遊びがありますね。何をやりますか。私は男の子ですからね、やっぱり風に向かってタコをあげる。いいですね。男らしい。はい。女の子はやっぱり羽根つきですね。可愛らしいですね。一目二目三目近目近
かね。やめつけて。いいよ。しかしあなたの身振り手振り素晴らしいです、ね。私踊りやってたんですよ。踊りをやってたんですか。どんな。すべてのリボン。いや、わかめちゃんって前からうまかったけど、大作あんな演技しとったかいな。苦労して一皮むけて芸に味が出てきよって。もうなったな。さんのおかげで今年も獅子舞を出すことができたずら、九さんには何てお礼を言ったらいいか。ありがとう。これ子供たちにも人気があるです。間に合ってよかったね。これあの時清さんが、うんうん、あの段ボールで作ったんだ。そうだ、九さんも踊ってみねえ。僕がお獅子踊るのか。清さん踊ったら。いやいや、俺の踊るしかない。あの獅子頭の張り絵は間違いなく山下画伯の太刀だ。山下画伯ってあの画家の山下清さんのことですか。うん、間違いねえ。さんちゃん、ガチャだよ。この飛騨村の調査に先生の絵を飾りたいです。ぜひとも一枚描いていただけないでしょうか。じゃあ先生、ぜひあのうちにロビー一枚。あ、警察署にもぜひお願いします。先生、先生、やめて。先生、先生、先生、やめて。先生、先生、一生忘れねえぞ。